私は花江、37歳の兼業主婦です。夫の正夫と中学1年生になった娘のパニコと一緒に暮らしています。私と正夫の結婚も今年でもう13年目。この年になると夫婦愛もだんだん冷めてきて、結婚当初のような初々しい感じはありません。だけどこれまでは家族3人でそれなりに仲がいい平穏な毎日が続くと思っていました。しかし最近になって、正夫がよく家を空けるようになり、私たち家族にはなんとなくきな臭い雰囲気が漂い始めたのです。ねえ正夫、今日も出かけるの？え？ああうん。前までは休日は家でのんびりしているのが常だったのに、このところは休みともなるとルンルン気分ですぐ出かけようとします。最近よく一人で出かけてるよね。一体どこに行ってるの？実家だよ。ああそうなの？だったらパニコと一緒に行けば？そうだよ。なんで？お母さんもたまには孫の顔見たいんじゃない？義母はパニコをよく可愛がってくれていましたが、最近は夫の実家に行く機会も減っていました。まあパニコも中学生になったし、友達ともよく遊ぶようになったから仕方ないんだけど。母さんももう年だしさ、孫って感じじゃないだろう。そうかな、年を取るとそんなもん。ああそうだよ。じゃあ行ってくるから。はい、行ってらっしゃい。実家ね、そんなに実家に行く用事なんてあるのかしら。実家と嘘をついて友人と遊んでるのか、はたまた新しい趣味でも始めたか。私は女の勘で、正夫の返答にはちょっとした違和感を感じていました。その違和感はそれから1ヶ月後のある日にますます大きくなりました。お出かけお出かけ、そろそろ新しい服が欲しかったんだよね。いっしあら、今日はカメラが目的でしょ。でもそうね、お洋服も見たいわよね。やったー。パニコは中学で写真部に入部したので、私とパニコでカメラを買いに街に出ていました。ねえ、そういえばお父さんは？どんなカメラがいいかお父さんにアドバイスもらいたかったんだけどな。うん、またおばあちゃん家に行くんだって。うっさー、毎週実家に帰るとかマザコンじゃん。お父さんってマザコンだったっけ？じゃなかったと思うけど。ってパニコ、マザコンって、いしし。噂をすれば影、パニコとそんな会話をしていたら、向こうから歩いてくるのはマサオ本人じゃありませんか。あれお父さんじゃない？そうね。だけど正夫の隣には女性がいたんです。その人は私もパニコも知っている女性でした。私が声をかけようかどうしようか戸惑っていると、パニコが先に声をかけました。お父さん、こんなとこで何やってんの？すると正夫は私たちに気づき、あからさまにうろたえました。パニコ、花江もどうしてここに？今日は出かけないんじゃなかったのか？カメラ買いに行くって話してたじゃん。お父さんこそどうして？いや、横にいた女性のミキさんが口を開きました。ミキさんはマサオのいとこです。花江さん、パニコちゃん、こんにちは。ちょっと私の買い物に付き合ってもらってたんですよ。そうなんですか。だったらそう言えばいいのに。実家に行くだなんて嘘ついて。それはごめんなさいね、私が急に呼び出しちゃって。明らかに動揺する正夫と不敵な笑みを浮かべるミキさん。じゃまだ買い物の途中なので失礼しますね。正夫さん、行きましょう。じゃあ二人が去った後も、私はぼんやりと立ち尽くしていました。すると、パニコが口を開きました。なんかあの二人怪しくない？え？やっぱりパニコもそう思う？明らかに怪しいでしょう。調べてみた方がいいんじゃない？でもミキさんは親戚よ。いとこと変な関係になんてなるはずないじゃない。っていうかパニコ、あなたドラマの見すぎ。お父さんにもミキさんにも失礼でしょ。いしし。とりあえずパニコをいさめたものの、
疑惑の念はどうしても拭いされず、そんな気持ちのまま時だけが過ぎ、さらに1ヶ月後、事件が起きたんです。1ヶ月後、その日、マサオはミキさんのお母さん、つまりおばさんの家へ行くと言って家を出ました。パニコも出かけたので一人掃除をしていると鍵が落ちていました。ついているキーホルダーからすると、これはマサオの鍵でしょう。まったく、もうこれじゃ家に入れないじゃない。スマホに電話しましたが出ないので、私はおばさんの家に電話をかけました。もしもし、マサオの妻の花江です。あら花江さん、お久しぶりね。どうかしたの？主人が鍵を忘れてるので伝えていただこうと思って。え？何の話？あ、いえ、マサオがそちらにお伺いしてますよね。来てないわよ。え？確かにおばさんの家に行くと言っていたのに。とりあえずその場を取り繕って電話を切った後、私はじっくり考え込みました。マサオは私に何か隠し事をしている、それは明らかです。何の隠し事なのかまでは分かりませんでしたが、まさか不倫となると相手はミキさん？いや、まさか本当に不倫だったら離婚かな。でもまさか。嫌な想像だけが頭をぐるぐる回り、でもマサオに問い詰める勇気も持てない私。どうしたらいいか誰にも相談できずに迷っているうちに数日が経ちました。そうしたらその数日後、自宅の郵便受けに衝撃的な写真が入っていたのです。その写真とは、マサオとミキさんらしい二人組がいかにもなホテルから一緒に出てくるところを写した写真でした。私は頭が真っ白になりました。そこへタイミングよくパニコから電話がかかってきました。あ、お母さん、あのさ、夕飯の買い物してった方がいいかな。のんびり質問してくるパニコに、私はつい言ってしまいました。ねえパニコ、もしお父さんが不倫してたらどうする？冷静に考えてみれば、こんなこと中学生の娘に相談するような話ではないことは分かっています。でもその時の私は、動かしがたい不倫の証拠を突きつけられたばかりで、冷静な判断力をすっかり失っていました。え、何、お父さん不倫してんの？え、あの、そうじゃないけど、いや、そうなんだけど、あ、違う、そうじゃなくて。何慌ててんの。まあでもお父さんが不倫してたら絶対離婚だね。いっぱい慰謝料もらって私はお母さんについてっから。何言ってんだか、もうあなたドラマの見すぎよ。いしし。パニコの軽口に泣き笑いしながら、私は自分の中に力が湧いてくるのを感じていました。そうだ、私にはパニコがいる。かわいいかわいいパニコのためにも、私たちを裏切ったマサオには制裁を食らわしてやらなくちゃ。パニコの言葉で私は許可が出た、シャキーンみたいな心境になっちゃったんです。私はその日からすぐ吹っ切れた気持ちで作業を始めました。まずは写真をカラーコピーで印刷。元の画質が良かったので、引き伸ばしても十分に2人の顔が確認できました。そしてそのカラーコピーをそれぞれ封筒に入れ、無記名で私の実家と義実家、おばさんの家に送りつけてやったんです。もうどうとでもなれという気分でした。数日後になって、その怪文書が届いた先は超パニック状態。私の両親は怒り心頭で、離婚だ離婚とわめき、義母は慌ててすっ飛んできました。花江さん、うちの息子がとんでもないことを。マサオ、お前ってやつは。義母に動かぬ証拠の写真を突きつけられて、すっかりしおれているマサオの横で、私は大きなため息をついてみせました。さすがに修羅場を娘に見せるわけにもいかないので、パニコには部屋に入ってもらっています。うちにも送られてきたんです、その写真。一体差出人は誰なのかしら。さあ、それは、でも誰であっても構いません。だってマサオさんが浮気していた事実には変わりないですし、私信じてたのに。かわいそうに、花江さん本当にごめんなさい。いいんです、お母さんのせいじゃありません。でもまさかこんな私はまるで
悲劇のヒロインのように泣きながら椅子に倒れ込みました。顔を伏せたのは涙がこぼれていないのを隠すためです。ミキさんの家庭とも相談して、花江さんとパニコちゃんにはきちんとしたお詫びをするようにします。本当に親の私が言うのもなんだけど、もうマサオには愛想が尽きるわ。こんな優しい奥さんと可愛い娘を裏切るような真似をするなんて。義母が首根っこをつかむようにしてマサオを実家に連れ去り、その後は私の両親が雇った弁護士を経由して離婚協議が始まりました。最初は不倫を否定していたマサオでしたが、周りの人たちはマサオの言うことを信じるはずもなく、最終的にはマサオもしぶしぶ離婚に同意しました。じゃあパニコの親権は私ってことで、養育費はしっかり払ってね。面会権はあるけど、パニコはお父さんにもう会いたくないって言ってるの。私はパニコの意思を尊重したいわ。ああ、分かったよ。仕方ないよな。花江、本当にすまなかったよ。パニコにも。私たちはひとまず実家に身を寄せるから、早くマンションを売却してね。慰謝料の支払いを早くしてほしいから。うん。もう、トントン拍子ってこのことかってくらいに話が進み、私は密かに笑みを抑えられませんでした。夫はマンションを引き払って狭いアパート暮らしに。マサオの実家に行ったら塩をまかれたそうです。ミキさんも同様、私が離婚したら2人がくっつくのかなと思っていましたが、ミキさんにも慰謝料を請求したことで2人が仲間割れしたみたい。ミキさんもおばさんの家を追い出されて、今ではどこにいるのかも知りません。その後、私とパニコは小さな賃貸マンションに引っ越し、今では幸せに暮らしています。全て解決なんですが、一つだけ疑問があるんです。あの写真は一体誰が撮ったものなんだろう。ねえお母さん、私将来の夢が決まったよ。へえ、なに？報道カメラマンバンバンスクープ写真を撮って有名になりたいの。あら、写真部の活動がよっぽど楽しいのね。私結構才能あると思うんだよな。ひしし。パニコは自分のカメラを手入れしながらそうつぶやきます。パニコカメラマンさん、期待してるわ。可愛いうちのパニコちゃんは将来どんなスクープ写真をものにするんでしょうね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。